短期の2人ということになっています。前で待つのが5番の兵道、人気の中心、追走4番の雪成、この位置が無風で回れるか、ライン3番手を固めて2番の大森、さあ丸本吉田に今のところ動きがありません。この辺りは緩やかな流れ、打掌の周回の2コーナーからバックストレッチです。後方から短期勢動きがありませんので、この辺り5番の兵道は誘導をフルに使います。金が入って3コーナー、さあ後ろからの仕掛け今のところありません。丸本も吉田もまだ行かない。さあ5番の兵道がちらっと後ろを振り返りましたが、さあ短期勢の仕掛けがありません。さあこのまま誘導を使って残りは400を切りました。5番の兵道がこのままどうやらかける展開。さあここで後ろから行きました3番の丸本が自力発動、気づいた兵道が前で踏んでくるんですけれども、さあここは3番の丸本のまくりが決まって、ただ2番手に収まりました5番の兵道。この後ろが4番のゆきらり、2番の大森、2番手からここで5番の兵道が踏んで4コーナー回ってくる。先頭は5番の兵道、兵道先頭で五輪。1番の阿部が枠乗りを生かしてスタートを取りました。さあ再度2番の西田が動いてまいりますか。西田が行きました。高田がこれに続くような感じ、打掌の周回に入って誘導は退避。さあ早めにここは誘導が降りまして、今度は空いた内から2番の西田、さあ今度は内を潜り込んでいって、ここは飛びつき策、1番阿部の位置を狙っていく。 2,3 番手が並走状態となりました。このレース2番手以降がすんなりとはいきません。4番の古川がかけて、そして1番の阿部が2番手、2番の西田がバックを踏むような感じ。ここは1番の阿部が2番手を守りきりました。3番手が6番の内村続いていって、4番手に入ったのが2番の西田、この後ろが5番の岡野、体型は縦一列、少し縦ながら展開。さあ最終バック飛ばしていくのが4番の古川、2番手絶好、1番の阿部が前を捉えることができるかどうか。この後ろが6番の内村、そして4番手2番の西田が車を外に持ち出して4コーナーを回ってくる。先頭は4番の古川、番手から1番の阿部ですが、4番古川踏ん張った。さあまずはこの他がアクションを起こしますでしょうか。熊本連携、6番手から熊本勢が前を叩きに行きます。打掌の周回に入って誘導は退避、まず2番の田が抑えてすかさず1番の石田が反応しました。さあ今度は愛知勢が熊本勢を抑えに行って、短期4番の大松がここに乗っていきます。先手ラインの3番手に4番の大松が入りまして、2番の田と3番手が並走となりまして、3番の山本は現在は6番手です。さあ現在3番手が並走状態、後ろを見ながら1番の石田が徐々にペースを上げてまいりますでしょうか。最終主導権が1番の石田、2番手が7番の服部、そして3番手は大松とか田が依然として並走状態となりました。最終の2コーナー、ここで3番の山本、福岡勢満を持してまくっていくんですが、5番の南は連携が乱れるような感じ。さあ3番の山本のスピードがいい、山本があっさりとまくりきりまして、2番手以降は2写真3写真と立ち遅れていく。4コーナー回った、先頭は3番の山本、まくり決まって快勝です。まず人気を集めた九州勢が一本棒を崩してまいりました。上野が後ろから上昇してまいります。九州4社が前を叩きに行きます。打掌の周回に入ったところで誘導は退避、そして2番の永原ですが、永原がここは明らかの位置を主張してまいりますでしょうか。さあ中段から上がった2番の永原、4番の明永がここは九州ラインの分断策に名乗りを上げた模様です。さあ5番の上野が先頭で、あとはこの後ろ1番の磯田と2番手が現在3者並走というような形になっていますけども、さあ5番の上野、そして2番手で粘って2番の永原、4番の明中がそのアウトコース、そして7番の中井はまくりに構えています。
さあ中井の動向を警戒しながら5番の上野が徐々にペースを上げてまいりました。最終の 1,2 コーナー中間地点グッドペースが上がっていく。2番手は踏み勝って2番の永原が分断策に成功いたしました。あとは後方から7番の中井まくってくるか。中井は現在は5番手のアウト付近です。さあ前はかかっている5番の上野京也2番手に入って2番の永原4コーナーを回ってきた。先頭5番の上野、上野先頭で五輪。結局スタートが取れなかった久保が後ろ攻め、その久保が後ろから車を上げてまいります。まずは前を抑えに行って2番の久保浩二、これに3番の真鍋が切り替えていきます。打賞の周回に入ったところで前を抑えたのが2番の久保で、3番の真鍋は中段の立ち回り、4番の一ノ瀬がゆっくりと車を下げて5番手、前後夫人が入れ替わりました。2番手で5番の藤野が前と車間を切っています。少し縦長な展開、前を抑えた2番の久保が流している。3番の真鍋が3番手で、地元の一ノ瀬は5番手で鐘を聞いています。さあこの辺りはさほどペースが上がってまいりません。一ノ瀬の動向を警戒しながら2番の久保浩二外に持ち出して4番の一ノ瀬、さあ一ノ瀬が外を通って一気にかましてまいりました。前では2番の久保ペース上げるんですが、おっと4番の一ノ瀬が2番手に収まってそこから内に行きまして、これは1番の山田とちょっと近畿勢連携が乱れました。4番の一ノ瀬の後ろに2番の久保、そしてアウトから1番の山田が再度追い上げてまいりまして、あとは3番の真鍋慎也、このうちには5番の藤野が続いていて2番手が混戦4コーナーを回ってくる。先頭は4番の一ノ瀬、一ノ瀬先頭で踏ん張ったか、外から2番の久保浩二。1番の武田が先頭後ろを振り返っています。そんな中で車を外に持ち出した2番の広田、さあまずは広田が前を抑えに行くんですが、ここは1番の武田が前受けから突っ張っています。そして誘導はまだ残ったまま、1番の武田が突っ張り気味で踏んでいくか、ここで誘導が退避いたしました。2番の広田がここは元の位置、4番手に車を下げています。前後夫人はそのまま鐘を迎えて3コーナー、1番の武田が前受けから流しながらかける展開、広田の動きを警戒しながら徐々にペースに持ち込むか。1番の武田真一、5番の本村無風で回って4番手来ました。2番の広田が4番手から反撃開始、ただこれに反応していって前では1番の武田も踏んでいきます。さあここは武田と広田、この両者の力比べとなりましたけれども、ここは1番の武田が突っ張り切りまして3番手に降りて、4番の時松と3番の加藤が3番手で絡むような感じになりました。飛ばしていく1番の武田真一、2番手絶好が5番の本村で4コーナー回ってくる。先頭は1番の武田、マークから5番の本村が抜け出した。6番の能見が先頭、3番手が1番の江畑、5番手に4番の永田で、さあ各選手動きがないんですけれども、ここで4番の永田が動いていきました。福岡コンビが前を抑えに行きます。打賞周回の 1,2 コーナー中間地点、一度抑えた福岡勢を今度は1番の江畑、近畿勢が叩きに行く。さあ1番の江畑が主導権を握っていって2番手5番の肥後、3番手送り出して4番永田で彼が入って3コーナー、6番の能見が現在は5番手、さあ5番手から岡山勢が巻き返してまいりました。察知した近畿勢も前でペースを上げてくる。ここは踏み合いとなってくるか。ただ3番の三畑が3番手付近におりまして、6番の能見が短期での仕掛けになりました。ここは能見を突っ張り切って1番の江畑、2番手絶好が5番の肥後康介、3番手には3番の三畑、あとは4番の永田なんですけれども、永田は現在4番手で足を溜めておりますでしょうか。後ろからの仕掛けが全くありません。2番手車間を切って援護を見せて5番の肥後康介、4コーナーを回ってくる。先頭1番の江畑、番手から5番の肥後が最後は捉えたか。
その島村が前受けを選択いたしました。後方から7番の東がゆっくりと上昇開始。まずは中部勢が一本棒を崩しました。残り800を切って1コーナーで前を抑えて中部勢、ここに6番の堂村が切り替えていきます。これで5番の島村が車を下げて5番手となりました。前後夫人が入れ替わって2コーナーからバックストレッチ。さあ一度下げた5番の島村がここでいきますか。いやちょっと追い出しをかけるような感じになりました。さあここは追い出しをかけるような感じで5番の島村、7番の東が前段変わらず、4番手には6番の堂村、5番の島村がどのあたりから最後仕掛けてまいりますでしょうか。最終周回に突入いたしました。7番の東が前からかける展開、追走2番の北村に3番手は4番の鳥越、そして6番の堂村がいて、最終の2コーナー、ここで5番の島村がまくってまいりました。5番手からのまくり、ただ3番の岡崎は連携が切れている。2番手で仕事を見せて2番の北村、そしてあっと3車転倒落車のアクシデントがありました。走っているのは4名、4コーナーを回ってくる。先頭が7番の東、後ろから5番の島村です。そして自力自在に立ち回れる4番の田村は後ろ攻めとなりました。さあ4番手からここで田村が上昇開始。アクションを起こしたのが田村香崎、ただ前で2番の山崎もここは突っ張っていってペースが上がる。さあここは山崎が突っ張っていきまして、4番の田村元の位置4番手にひとまず車を下げました。まずは九州勢がひとまず突っ張って金を迎えます。2番手が中田、3番手が中園、そして田村が現在は4番手で、この後ろに藤野、仙国、さらには吉野と続いています。さあ2番の山崎、後ろを振り返りながら徐々にペースを上げてまいりますか。さあ車を外に持ち出すか、4番の田村、田村今のところ行きません。中部近畿勢4番の田村、今日はまくりに構える展開となりました。最終周回の2コーナーからバックストレッチ、2コーナー出口まくっていく4番の田村香崎。さあ中部近畿勢が巻き返していく。7番の中田がここを止めにかかる。さあその山を乗り越えられるか。4番の田村、2番手以降がかなりもつれる展開。あとは車外に持ち出して5番の藤の4コーナー回ってくる。先頭は2番の山崎、山崎先頭で踏ん張ったか。外は5番の藤野和義。今日は2車なんですが、近畿勢ここも突っ張ってまいりますか。後ろから混成ラインが車を上げてまいりました。山崎俊也が車を上げていくんですが、ここは安藤が突っ張っていく。さあ安藤が突っ張っていくんですが、ここは山崎も車を下げません。早くも力比べとなりました。ただ3番の那須がちょっと連携が乱れて、ここは4番の安藤が2番手に収まるポジションになりました。金が入って3コーナーから4コーナー。さあ3番の那須がもう一度追い上げていく。さあ外から2番手を決めにかかって3番の那須久幸、4番の安藤が車を下げての3番手、一方1番の山崎明が6番手です。縦長な展開で最終周回の 1,2 コーナー中間地点、5番の山崎俊也が風を切って、さあ5番手から6番の佐藤がまくっていくか。そしてその後ろから1番の山崎明も縦に踏んでくる。さあまくっていって1番の山崎明、あとは3番手から4番の安藤まくっていくんですが、内をついて6番の佐藤が2番手の内まで上がってきて4コーナーを回ってくる。落車があった。先頭は5番の山崎先頭で振り切ったか。外は7番の伊藤誠也。このレースは三浦と林、この両者人気完全に分け合う形となりました。先頭7番の三浦、そして中段から先に1番の高平が動いていきます。さあ久留米コンビ動いたんですが、察知した中部勢がひとまず突っ張っていって打掌の周回。さあ高平は出られずに、今度は5番の林が前を叩いて送り出して7番三浦が3番手確保、高平が6番手となりました。5番の林が後ろから押さえて、ここも先行勝負となっていきます。2番手が2番の近藤で、3番手に収まって7番の三浦。さあこの競争は三浦と林、人気分け合う形なんですが、
人気の一角5番の林がまずは先行勝負、追走2番の近藤で絶好のポジション、3番手キープとなったのが7番の三浦で、1番の高平、久留米コンビは6、7番手、これは苦しい位置に置かれました。最終の2コーナーからバックストレッチは1本棒、後ろからの仕掛けは全くありません。飛ばしていく5番の林、2番手が2番の近藤、そして3番手、ここで追い込んでいって7番の三浦上がってきた。三浦が現在3番手、4コーナー回ってくる。先頭は5番の林、林先頭で五輪、2着に7番の三浦。人気を集めた近畿勢が前受け、後方から中部勢が動いていきます。藤井がゆっくりと車を上げてまいりました。ただ誘導員と距離を空けているのが1番の佐山、残り800を切って1コーナー、3番の藤井が前を押さえていって、今度は2番の中村翔平、この上を2番の中村が叩きに行きます。2番の中村がここで先頭に変わって、3番の藤井が送り出しての3番手、佐山が5番手で鐘を聞いています。鐘が入って3コーナーから4コーナーペースが上がっていく。2番の中村翔平が昨日同様の逃げ勝負、2番手が6番の宮本、3番手3番の藤井で、5番手1番の佐山ちょっと行ききれないか。さあ佐山は今のところ後方の5番手となっています。最終周回の 1,2 コーナー中間地点、飛ばす2番の中村翔平、そして2番手ちょっと6番の宮本が口が開いておりますでしょうか。3番手3番の藤井純也、5番手1番の佐山、後ろからの仕掛けがあまりありません。最終の3コーナーから4コーナーに向かうところ、3番手からここで3番の藤井、外は1番の佐山が縦に踏んで4コーナー回ってくる。混戦模様、後方は落車があった。3番の藤井抜け出しての5輪。